どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、やっていきましょうか。横浜新大魔神伝説、やっていきたいと思います。野球用具開発のちょっとオファーがあるんで、ちょっと行ってみましょうか。はぁ、なるほど。4回やんなきゃいけない。4月3、今月中に。なるほど。うい。よろしくお願いします。顔合わせ程度で済んだ。なるほど。コンセプトについて連続オファー。はぁ、なるほど。石膏となると。わかりました。じゃあ、ちゃんとこう、自分、俺、なんか、確かにちょっと腰石モデルとかちょっと羨ましいな、あったら。じゃあちょっと投げ込みでもして、試合に臨みましょう。はい。寺原さん。あざおす、教えてくれて。こんなもんかな？さあ行きましょう。よろしくお願いします。ブルペン待機。よかった。そんな強く。ウォーランド頼むよ。そろそろ勝ってくれ。全然勝ててないからさ、最近。てか、8連敗してるじゃない、君。借金8はまずいよ。いくらなんでもちょっとそれは、しかもね、助っ人が8、借金8はちょっと勘弁してほしいっていう。じゃあ頑張って。頑張って、オーランド。ああ、いきなり先制されちゃったよ。これどうすんだ、これ。やばいよ、この流れは。追いついて攻めて。よし、追いついた。いいね。ホームラン1本。はい。でも1点差、わかんないよ、これ。どうだ？いや、あとちょっと1点。頑張れ。よし。お、延長。これ来るよ。来た。はい、行きましょう。任してくださいよ、オーランドに。あ、もう勝利はねえんだ、オーランド。さあ、行きましょうか。10回表。抑えますよ。欲しいし、敬語。防御率が 1.57 と、さらに良くなりました。行きましょう。よろしくお願いします。4対4かなり試合はいい感じなんだよね、お互いに。あーやだな、2番。いきなりこれ先頭で赤松迎えるのちょっと嫌ですよね。足速いからさ。ほい、ちょっとなんかこうやばいな。ポテンヒットとかで普通にツーベースいきそうでやだ。ほい、やーだ。おー、びっくりした今。おー、びっくりした今。コントローラーがグワーン揺れたらと思ったらキャッチしてできちゃったもんね。危ね危ね危ね。いや、よく抑えたよ今のは。本当に球速上がったかおかげかなんか知らないけど、すごいこうテンポ良くなりましたよね。少しだけですけど。そんな気しません？ 147 キロですから、最速。オッケー、いいね。じゃあちょっと、これは、うん。キャッチャーの言う通りに。一球ボールね。わかりました。ここら辺だろ。足元のカットボール。よし、打ち上げた。でもこれは？あー、どうだ？ナイスキャッチ。石川さんナイスキャッチ。助かった。ありがとう。いいんだよ、そういうことに。あー、出た、栗原。超えない、4番。気をつけましょう。しっかり、パワーヒッター持ちなんだね。ほい。うおー、上。思いっきり、だからガツンと当たったら絶対飛んでっちゃうから、それだけは抑えて。おーし。危ない危ない危ない。いいよいいよ、フォークフォーク。さあ、3球目。またフォーク。うん、ボールか、今の審判。いやー、結構ストライクだと思ったんですけどね。キャッチャーの言う通りに投げる。よっしゃ、サードゴロ、サードゴロ。うい。どうだ？間に合う、間に合う。よっしゃ、3人で抑えました。いただきました。サードよろしく。来るんじゃない？さよなら。どうだ？どうだ？ダメか。はい。もう11回、もう一回投げましょう。マクレーン。すごい顎してた。顎に目がいっちゃったな。まあ何よりこう、まあ違う、外国人の人って顔が濃いからね、確かに。すごい顎してたよ、でもやっぱり。なんか、おお、この位置でも顎が目立つな、ちょっと。気のせいでしょうか？僕が言うから？三振！これですよ、僕のフォーク。いいね。決め球フォークが決まりました。あー、広瀬。あ、いいバッターが続くな、しかしまあ。絶好調っていうのが怖いよね。ほい。危ね。危なかった、今、本当に。今のは完全にちょっとなんかタイミング合わなかったもんな。ほい。やべえ、あー、でもこれもファーストゴロ。カバーに入らなくていいね。ほい。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これはかなりいい成績残しそうだ。だーす、また名手が続くんだよな、7番、そういうゲーシン。ちょ、怖いな。すごい、足速いから、おい。いいフォーク。球速もありますからね、それなりに、ようやくながら。おい。一気に110キロレベルの球を投げるっていうね、こういう時に。すい。よっしゃー、カットボール三振。クソボールをよく振ってくれた。助かったわ、今の。今のは本当に失投だったんだけどね。いやー、内角は振りたくなっちゃうのかな、やっぱり。いただきました。さあ、そして来い。フォアボール、ファースト、いやー、ダメか。あー、おーって、うわー、惜しかった、今。あー、またホールドか。いやー、今行ったんじゃないと思ったんだけど。はい、ホールドいただきました。でも、三振はね、一応取れたんで、まあ、ボーナス、三振ボーナスは、ホールドボーナス、三振ボーナスいただけたんで。まあ、よしとしましょう。どうっす。ナイスピッチングだって褒められた。お、どうも。
あ、監督賞やった、10万円。イエーイ、ホールド賞に2万、合計17万と。稼げるね。やっぱりこう、プロの世界ってのは夢があるもんだね。はい。どうしよっかな。じゃあ、はい、健康器具、ゆっくり寝ましょう。首脳陣の評価がダダ上がりなんだよな、本当に。はい、試合は引き分けでございました。以上、本日のプロ野球でした。4月の4日。マネージャーから電話ですね。どうす。ロングインタビュー。あ、そっか、デーゲーム。はい、わかりました。さりげなくなんか評価が、なんかどんどん上がってきてよかったね。あ、ま、みんなの、こう、あ、そうだ、野球欲開発。あ、なんか疲れるからな。ちょっと先に投げ込みだけしといて、今日はやめとこう。うん。ほい。22%で、ちょっとこれで休めばいいんだよ。どうしよっかなと。健康用具でがっつり休んどこうかな。はい。こんなもんか。よし。そんなに体力は使ってないね。ブルペン待機。いつでも行きますよ。ゴー！もう一回登板させてよ。そろそろ俺成績に残るもの。まあ、ホールド成績になってるんだけど、やっぱりこう、抑えはしたいなっていう感じですね。よろしくお願いします。いい試合頼むよ。さあ、試合が始まりました。2点ビハインドで始まった試合。1点を返しまして、同点に追いつきました、横浜。おっと、2点リード。そして追いつく。これは乱打戦の予感ですね。6対4という状況で後半戦に入ります。そしてこのまま、8対4。逆転はならずか、終了でございます、試合。なんもなかった。普通に負けてんじゃん。やっぱ後半バテるのかな？途中まですごい頑張って粘るんだけども。いや、惜しいな、しかも。やっぱり、昨日のちょっと12回引き分けが効いたのかな？はい。何も投げることないんだったら無理に休むことなかったかもしんないな。ファンサービスでもなんかやっとけよかった。どうしよっかな？ちょっとじゃあランニングしてみんなとに評価上げようかな。えい。ランニングを行う。14% ならちょうどいいや。で、ミッドナイトにちょっと、どうしようかな、飯食い行こうかな、みんなと。はい。外食。焼肉。まあ、いや、焼肉で。うん。ほい、チームメイトのちょっと評価が上がると。はい、本日の結果は、こんな感じ。阪神がよく勝つんだよな、最近。ほい。なんか、2連勝してますもんね、大彼、菅彼、僕が見た範囲。見損ねたのもあるかもしんないけど。はい、おはようございます。デイゲーム。わかりました。ということで、朝のうちにね、球場移動ということで。ちょっとやっとくか、じゃあ、はい。ファンの、野球用具開発2回目。はい。大きな方向性のイメージをすり合わせを行った。試作品をもとに細かいとこ詰めていく。わかりました。頑張りましょう。よろしくね。じゃあ、これで、それ投げ込みやっときゃいいんだよ。おい。投げ込みまーす。軽く雑談。うん、こんなもんでいいでしょ。はい。お、いいね。活躍して頑張って10万円もらいましょうか。いやでもすごいよね。お前今日活躍したからお疲れ様っつって10万円。もう万札10枚パタって渡されるのかな？どうなんだろう？実際はどうなんだろう？振り込まれるのかな？それとも直接手渡されるパターンな気がするけどね。なんとなくだけど。にしてもちょっとそしたらすごいよね。いいんすかってなるもん、急に。10万円なんて。さあ、試合が始まりました。0対0で始まったこの投手戦という予感ですかね。おっと、広島が先制。しかし、追いつく横浜。落ち着く流れはいつもと変わらない。さあ、このまま後半戦に入りました。おっと、1点ビハインド。さあ、来ました。セーブつけますよ。きっちり締めたいと思います。お待たせしました。はい、横浜のファンの皆さんお待たせしました。守護神の登場、越石でございます。はい、2勝1敗12セーブ。ホールドはわからん。でも結構5、6ホールドしてんじゃねえかな、多分。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。マクレーン。ちょっと怖いな。やっぱり一発あるバッターが多いけど。まあ、2点差だからね。焦ることはないでしょう。ほい。危ねえ。怖っ。怖い怖い怖い。やめてよ、ちょっと。しっかり。よいしょ。お、惜しいね。球速142キロ。130キロ台のストレートは投げなくなりましたね、だいぶ。おい。あし、キャッチャーキャッチャーキャッチャー。フェアね。はい。間に合う？オッケー、ワンバウンド危なかったね、今。おい、いただきました。まずワンアウト。キャッチャーゴロと。いや、あの強打者をキャッチャーゴロに抑えるっていうのはでかいよね、かなり。よいしょ！おー、落差があるね、フォーク。いいじゃないですか、腰石。これだよ、これ。うい！よーしゃ、キャッチャー、取って。いいね！フェアゾーンにすら行かないと。これですよ、これ。あとちょっと。さあ、セーブポイントまであと一人。
勝利まであと1人という状況でございます。せいよっしゃファール。あ、本当にすごい、前に飛ばないね、あんまり。すごいわすごいわ。よいしょ、やっぱり球速上がったのが、上げたのが正解だったかな。さあ行くぜ、とどめのカーブ。うお、マジか、審判今のストライクじゃない。うん、参ったな。ほい、よっしゃ、いただきました、見逃し三振。よーし、これまだまだ成長するってなったがすごいですよね。いただきました。いや、すごい褒められてる、なんか実況に。あざっす。はい、これ誰、これグリーン、グリーンともう一人わからん。まあいいや。はい、まあ勝ったんならよし、テーブルつきました。あざっす。えい、いや、いいですね、かなりいただいて。おかげさまでかなり強くなっております。もうちょっとね、頑張れば多分球速150キロ投げるようになるんだよ。グリーンが、4勝目と。よかったよかった。なんとかとりあえず、プラマイゼロに戻して。はい、そしてセーブ13セーブ目いただきました。はい。それではまた会いましょう。もう、セーブ賞に奪三振合計9万円と。さすがに監督賞ではないか。おい、まあ仕方ねえ。どうしよっかなーと。じゃあちょっと一旦、ちょっと、ここはね、健康器具で一回休みますわ。ほい。ぐーっと休んで 17% で。で、ちょっとここでジム行ったいと思います。ジム。はい。やめとこう。線もうちょっと貯める。外出しようかなと。はい。外食。しゃぶしゃぶ行きます。いやー、うまそう。もう本当に。うん。しゃぶしゃぶってしたい。あ、上がるのが一つ一つ違うんだね。そうですね。なんかこう、チームメイトの評価上げたいから、どちらかと言ったら焼肉行った方がいいのかなっていう気しますよね。ちょ、焼肉にしよっかな、これから。はい。どうも、おはようございます。はい、おやすみね。ゆっくり休みましょうか。どうしよっかなーと、じゃあ、早で、はい。ちょっと早めに練習しておきましょうか。褒められた。いいね。こうやって頑張ってこう、まだ慢心せずに頑張っていいんですから。はい、じゃあちょっと野球解説やっておきましょうか。暇だからね。おい。もう一回やっとこうか。はい。ない。夜はないか、さすがに。じゃあ、これでジム。あんま変わんなかった。じゃあ、次の試合が終わったらジム行こうかな。ちょっとブロー更新最近しなかったから、ブロー更新だけして。はい。うん。で、ミッドナイトちょっと飯食い行きましょうか。はい。真夜中に飯食い行くのはすごいけど、外出。で、外食で、焼肉と。おい、炭火。あー、ごちそうさんでした。いいね。なかなかチームメイトの評価が上がってきて。4月7日、七夕です。おはようございます。はい、どうもー。お、野球雑誌なかなか好評。ナイターですね。わかりました。おい。どうしよっかなーと。2%、そんな疲れてないんだよね。一応、じゃあちょっとストレッチだけして。はい。うん。軽く。おい。すごいね。もう振る舞いマックスだよ。よく見たら。はい。そして午前中、球場移動ですね。じゃあ先に、どうしよっかな。ここは投げ込みだけしとこうかな。はい。投げ込みを先にしときます。13%。まあ、そんなもんだろ。で、試合前には、どうしよっかな。ちょっと軽くじゃあ、音楽鑑賞しとこう。はい、少し回復。うん。お、行きだって。やったね。振る舞いこれで最高潮だね。ブルペン待機、わかってますよ。いや、試合前に音楽聴いて、こう、モチベーションを上げるというかね、そういうの大事ですから。皆さんどう、なんかこう、勝負ごとの前にどういう音楽聴きます？僕は、どうなんだろう、なんかいろいろ聴くけど、やっぱりこう、昔から好きなのが、こう、ソールドアウトっていう、まあ、知ってる人もいると思いますけど、そういうちょっとこう、今はもう解散しちゃったんですけど、そういうね、ちょっと、グループっていうか、まあ、ありまして、そういうのがね、好きでね、ちょっと。さあ行きましょうか。さあ、巨人戦、なんとか勝ちたいよ、これ。あれ？あ、でも1点差、そういう試合、おお、逆転した、いいよ。3対3の同点で、中盤戦0-0の状態でいきますね。さあ、後半戦入りました。登板あるでしょう、これはおそらく。あー、嘘！サヨナラ負け？マジかよ。なかった。延長戦だったらか、あー、うわ、サヨナラホームランか、安倍ちゃんの。マジか。サヨナラホームラン。くそ。残念。何もありません。何もできませんでした。結構覚悟してきたんだけどね、今回。行くぞみたいな。そういうわけにもいかないんだな。惜敗。くそー。はい、何もなりませんでしたけど。しゃあない、しゃあない。そういう時もあるさ。どうしよっかな、じゃあ夜は。ちょっとブログ更新ばっかしてても仕方ないな。でも一応やっとこう。はい。
おい、ちょっと上がりましたね。寮に戻って寝ると。あー、くそ、さよなら負けか、よりによって。なんかありそうな感じだったんですけどね、タイミング的に。おい、おはようございます。ナイター、わかりました。今日も巨人戦だね。ちょっとじゃあ、ストレッチして、はい。うん、やっぱりこういった、あーもう、そっか、息は上げなくていいから、息ってか、こう、振る舞いを上げなくていいから、ストレッチとかしなくていいかな。そんな感じですよね。ちょっと投げ込みしとこうかな。おい、寺原さん。いや、なかなかこう、チームメイトの評価も上がってきていいですよね。できればこうだったら、あとマックスまで行きたいな。どうしよう。ちょっとファンに、ファンサービスしとこうかな。はい。俺、今日、腰以上見に来たんだ。あ、嬉しい。23%、ちょっと疲れちゃったな。まあまあいいや、はい。ブルペン待機、任せてくださいよ。でもこういう疲れた時に限って、出番があるとかパターンじゃない?結構あるもんね。まあ、それでも頑張って抑えればいいんだけどね。登板したいな。それで球速を上げたいな。ジム行って。はい、行きましょうか。おー、ラミレース。はい、そんなこと言っといて。さあ、試合です。いいね、0対0。あー、早速先制されちゃって。ヒット1本しか、おーっと逆転した。これ、あー、どうだ、わからんぞ、この試合。もう1点、お来た登板ある、登板ある、これ。このまま行けば。来た、はい、行きましょう。セーブ、巨人相手にセーブ。あとは任せてくださいよと。腰石敬吾。はーい、守護神。ほー、24登板してるんですね、今日。頑張りましょう。はい。阿部、昨日のね、さよならホームランの阿部ちゃん。1点でも取られちゃまずいから気をつけましょう。ほい。でも、下位打線なのか攻めてもの救いだよね、これ、本当に。上位打線も本当にきついわ、巨人の。ほい。あぶね。ストレート?じゃあ1球ボール球でちょっと様子見させてよ。ほい。うん、露骨だったね。うん。意思疎通があったね。俺もフォーク投げようと思ってた。うりゃ!やだ!あ、クソファーカットしてくんのかよ!マジか。じゃあ、得意なところへ逃げる。いやー、カット!マジか。めっちゃカットしてくるし、怖い怖い怖い。うりゃ!やー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 取って取って取って!あー、クソ!先頭出ちゃったよ。いや、これでも、まあ、アメちゃんそんな足速くないから、これでゲッツー取れたら最高なんだけど、代打してくるよな、当然だよ。うわー、やだな、ちょっと。あ、バントしてくる。ちょんと牽制。あ、さすがに走ってこないか。まあまあ仕方ねえや、それは。うりゃ!おー、打ち上げた!うーでーい!どんまい!打ち上げちゃったねー。ラッキー。あ、助かりました、本当に今のは。お、これ、キムタクだね。あー、気をつけよう。さあ、これはちょっと低めに集めよう。高めは危険だ。危なかった、今。嫉妬しちゃった、今。ふい!おっと、危ない。よし、フォーク玉。スイ!あー、バントしてくる。まあ、これはファースト D。はい。キャッチャー頼むんだよ。よし、スタート、ランナー2塁。追い込まれてからバントをするわけね。はい、そして次だ。あー、やばい、ハヤト。参ったなー。うわ、さ、敬遠?敬遠か。わかった、わかった。じゃあ、しゃあないわ。初めてだ、敬遠すんの。まあ仕方ないよね、こればっかりは。ほい。敬遠、敬遠。ほい。まあまあ、いやいや。これは仕方がない。一、二塁で埋める方が確かに、堅実だわ。あー、やばいな、天秤打法。あれ、そうでもない。さあ、抑えましょう。スイ !144 キロ。まだ球速あるよ。ほい。いや、ストライクでしょ!ストライクでしょ、今の審判!審判!いや、カーブじゃない。これはフォークだ。そう、それ。うん。ほい。よっしゃー!決め球フォークで試合終了!いや、最後は決め球でしょ。いただきました。なんとか。いや、ほっとしたよ。まあ、敬遠はまあ仕方ないでしょ。はい、いただきました。セーブ。今日もつきましたよ。かなりつい、今日はね、いや、今回の動画結構登板したんじゃないっていう気は、気のせいかな?まあいいや、でも勝ちましたからよかった。うん。はい、14セーブ目いただきました。仮想人だったとしても、いいね、喜んでくれた。はぁ、一回り良くなった。マジで?お、特殊能力フォア、え?ダメじゃね?特殊能力フォアボールってダメじゃね?いや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 、俺、いらないいらないよ。なに、ちょっとやめて、ちょっと見ていきましょうか。レコード、これ、あ、違う、これで、個人成績か?特殊能力、フォアボール、いらないよ。成長してないじゃないか。はい、チームは現在ひどいな、これ。27勝42敗、3分け。で、ちなみに、
公式成績、はい、チーム、勝敗。あれ、でも、広島が最下位なんだ。ギリギリだな、でも。はい、現在、広島5位、巨人が圧倒的に1位を、圧倒的なのズバ抜けてる。はい、という状況でございます。もうそろそろ、だからこれで半分ぐらいなんじゃねえかな、状況的には。まあまあまあ、これから頑張ってやっていきたいと思います。次回も楽しみに。じゃあね。先に空母の向こうの駆逐艦を倒しておいてくれ。了解、魚雷発射。命中、敵駆逐艦降陣を確認。うわぁ。敵戦闘機からの機銃直撃、被害を報告せよ。損傷警備、このままやれます。